ハンマクの本家のハンマ岩先生です。ノーベル賞というのがいいのか悪いのかということですね。下に、私はね、人間の上の生物で、ノーベル賞以上の研究ね、皆のノーベル賞以上の研究はもう、やっておりまして、それ以上知能があって開発しておりますけれども、人間の場合はね、必ず偏っちゃうんですね。で、無理があってね、下の生物なんで知能が低いんで、で、私は IBM の取締役もやってますけども、たくさんノーベル賞取ってるんだけどね、部下がね。で、知的障害者なんですよ。USDJPY、CHFJPY。仕事をやりすぎてね、無理して偏ってしまうんで、総合的には知的障害者なんですね、ノーベル賞を取ってる人はね。人間の場合はね、そうなっちゃうんですよ。パソコンにインストールだけども、偏ったもの一つだけ入れちゃうんで、たくさん。一般的なね、ことが抜けちゃうんで、知的障害者となっちゃうんですね。で、メモリも人間の場合ないんで、私の場合はあるんで、大丈夫なんですけども。で、これをね、だからその知的障害者になった人しかノーベル賞を与えないんですね。ただ役に立つんです。人間、私以外は人間では進んだね、一つのことをやる研究っていうのはね、できないんですよ。一つ型にならないとできないんですよ、人間の場合はね。最先端で進んだものはね。だからそういう人が必要なのかということですけども、私が全部知ってるんでね、教えればいいんだけど、金出さないでしょ、上の生物だからね。で、悪いことに使うから教えられないわけですね。下に上の研究ね。で、用意もできないわけです、地球ではね。ノーベル賞を取ってる人は全員知的障害者です。 GBTQSD、ね、で、ただ人間たちのためにね、私は押しません。上の生物が押しませんから、人間たち悪いことするからね。必要なんで、仕事で偏った仕事、進んだ仕事やりたいわけですね。そのためのものですね。ね。だから、注意してください。同じことやるには仕事かっこいいとか言うんじゃなくて、人間たちのね、生きるためにそういうふうに頑張らさせる仕事場ということでね、障害者になるんだけども、ね、これは人間たちが保護しないといけないということですね。人間たちのためにやってる仕事なんですね。そういうことですね。私とは関係ないんで、ね、私のはもう前に話したように、スターゲートの話したようにね、大昔にも研究を終えてますから、ね、地球と太陽生まれる前にね。で、安全だったら情報を転送してくれますから。で、人間の上のね、研究全部ね、ただ上の生物、悪い生物も教えてますから、ね、かなり進んでることもありますけどね。で、博士課程も結構知恵遅れが多いですね。そういうことでね、偏っちゃうんですね。メモリが足んないんですよ、人間の頭は。だから上の生物の場合は足りるから入るんだけど、型になっちゃうんですね、人間の場合ね。だけど仕事として必要、人間たちにとっては必要だということですよね。だからお金の給付とかノーベル賞なんかお金あげていいわけですよ、人間たちはね。ね、そういうことですね。だからあんまり頑張って一つのこと研究とか仕事しないようにね、しないと、ただお金をくれるよというふうな周りと約束が取れてなければね、特攻隊みたいなもんですね。特攻隊、知恵くれに 100% になりますからね。
専門でそればっかりやってるとね、 100% だから体捨てるわけですから、ね、あんまりいいことじゃないんですね。やむを得ないことなんですね。ということをよく知っていただきたい。あんまり勉強しすぎるとね、理数系なんかの博士課程とかそういうのでもやりすぎる、まあそれは大したことはないけどね、博士課程はね、大学の卒業論文とで博士号取れますから、同じようなもんでね、いいものだと取れますから、ね、同じですから全然ね。で、私は大学の先生の資格持ってますからね、博士課程も採点いたしますからね、一人と一票としてね。で、教授の名誉教授の一個としてね、僕はパソコン発明者で世界一なんですね。で、いろいろありますけど、アマゾンさんが億万長者になってますけど、実は僕の方がパソコンの発明で作ったから上ですね。2番目のビル・ゲイツもそうです、さんもそうですね、いい人ですけどね、からね。僕は家に誘われたことあるんですよ、ビル・ゲイツのさんの豪邸ね。それは3番目の投資家もいい人ですね。僕もよく話してます、テレパシーでね。アマゾンさんはまだ話したことわかんないです、あんまりね。ジョージア番付ね。で、そういうことですね。27秒ですね。ということなんで、まあ、型は型はですね、障害者ですね、しょうがないですね。だから頭利口っていうわけじゃないですから、注意してください。片腕切っちゃうみたいなもんですからね。ね、仕事でやむを得なく、通れないということでね。